リアタイオーダー、リアタイオーダー、あ、これか、すいません、そのオーダーリアタイですかね。コメ見てすいませんね。まず何しようでしたっけ、これ、まずグラシアル、こっちで、すいませんね、ずっとこいつ何してんだろう、バカじゃないかなって多分思ってるんだよみんな。全然使わないオーダーばっかりいじくってるじゃんみたいな。すいません、内野手があんまりいない感じかね自分は。先発、こんな感じだったっけな確か。こっちはいいのか、あれこれを自分にしたんだっけ確か、さっきで自分を使っとこうみたいなね。でこう比嘉さんと、ギャルと交換と、こんな感じか、これでセーブ、よし OK。 であとは試合に行きましょう。だって設定はまあいいか、変えなくて、もう一回ちょっと V ロードじゃなくてリアルタイム。打順は何でもいいんじゃないですか、打順なんかね。じゃあ打順変えるか、打順、打順どうやって変えるんですかこれ。わかんないな変え方が。なんか打順変更、打順はね、もうホームラン打てる選手の順でいいんじゃないですか。1番森さん、2番ビシエド、3番、グラシャル、3番グラシャル、4番、これ5番か、まあ、何番でもいいんだけど、僕だったらこうしますかね。友崎さん、岡さん、岡選手、小畑選手、小畑選手か、小畑選手か、こんな感じでいいですか、これで戻ればいいのね。セーブ、ああこれち、あ間違えた、これだ、リアルタイムオーダーにしないといけないんだ。何回同じミスするんだ俺は。